めてトマト植えるってか。さーて、大玉トマトの桃太郎とマロの地中海トマトシシリアンルージュハイギャバ。まずはうねたてと支柱立てやっていこう。結構石拾いしたんやけど意外と多いな。まだ石がそんなにあるんか。ここ取っていかなしょうがないよ。1週間前に堆肥を平米あたり4キロと、あと有機化成肥料、あ、有機化成肥料じゃない、と有機石灰を平米あたり200グラム、この畑の土に混ぜています。化成肥料を元肥としてちょっと入れておきましょう。1粒あたり1メーターかけ1メーターぐらいやったら100グラム程度でいいってことかな。よいしょ。まあ、素人の畝立てにはやっぱこういう板がやりやすいやな。よし。ちょうどこの間が60センチで、こっからこっちの奥までが110センチなんで、そこにこうね、当たるように畝立てたらいいかな。まあ大型10センチかな。あー、なんか雲が、雨降りそうやな。早く植えてしまおうか。実は4種類の薬品も一緒にもらったんですね。栄養剤、なんかいろいろと微量成分とか、なんかいろいろな NPK が入っているやつとか、まあおいおいちょっとなんか説明できるようになりたいと思います。まあとりあえずね、一応こういう使用書をもらってるんですよ、一緒に。ですのでこれの定食の仕方をいろいろと指南書が書いてるので、まあ、一応これ通りにちょっと、植え付けていきたいなと思います。よいしょ。まずこれ4リットルの水を用意しました。これで4杯ね。ダッシュネオ、EM ネオとプロモートR ダッシュ、これか、ダッシュネオ、プロモートR、この2つやな。この2つを 2cc ずつ、 2cc ね。なんか化学実験みたいな。まあまあ、2cc とプロモートR、発根促進。あんまり匂いはありませんか。少しなんか匂い。この2つを入れまして混ぜまして、これでちょっと苗を灌水してきます。
かいやつも桃太郎もつけちゃおう。微生物の住処とやらを 15g ほど入れてみました。まあ、正確にはちょっと4つ入れたら足りなかったんですけど、まあ、なんかちょっとね、灰色っぽい。なんて言うんだろう、なんかこうカサカサした。なんでしょうね、これ。灰とも違う。なんかやっぱりちょっと軽くてスカスカしてるんで、そのたくさんこう穴が開いてるような空洞になってるような材料の中に、多分微生物が住処になっていっぱいつくんだと思います。さてどうかな、しっかりと水に浸かったかな。おお、重たくなったな。よしよし、このまま持ってって植えた後にまたこの水をそこにねじめ用の水として撒いてくださいって書いてたんで、そうやって撒いてみよう。早く根がつくればいいけどな。こんな感じかい。お、根っこがよう回っとる。ちょっと近くてよかった。届かんの、ここでいいか。ちょっとこうしよう。ミミズや入れちょこ。優しく結ぶの難しいね。れか強からず弱からずかな。倒れないかな。よし、というわけで今日の動画はここまで。トマトを苗を初めて植えてみたけど、うまくいくかわかんないけど、まあ今から頑張って育てていきますという動画でした。まあ、本日ここまでご視聴どうもありがとうございました。また次回の動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。